危ない。乗船でしょうか。はい、乗船です。はい、受付の方は。あ、今からです。今からね。はい、正面の方で左手です。はい、で今コロナの関係で助手席の人も体温を測ってもらいますんで、はい、一緒に行ってもらえますか。はい、で車が0時前後。はい。で当の人は11時30分から2階からになります。はい。はい、どうぞ止めてください。はい、これどこ、このまま車乗るんじゃない。じゃあ今からします。今ママも電気をしよう。そうそう、ターミナルで発券と、全員の検温をします。これ持って、すいません、予約番号予約しちゃって、10558、10558、2378です。2378。はい、ありがとうございます。ここ2階から直接登れる。
すいません、失礼いたします。お車のライブ消してもらってよろしいですか。はい、はい、ちょっと少々お待ちくださいね。すいません、おいでだって。あ、窓あるやん、よかったやん。窓ある。え、汚いやろ。もう一回。でもすごいね。え、くれ。言えばくれるんじゃない。トイちゃんだよね。あ、ワンちゃん、ワンちゃん。いや、やってんだ。これ見て。え、まだまだ。あ、嘘。そうそうそう。外行こう。お子様のお子様の方へお願い申し上げます。うちや。お子様の方が外行け。ねえ、すごい綺麗やな。ああ、レストランやね。8時から9時。
おお、すごいすごい。まだやな。まだ出航してない。あ、ここは大丈夫。というよりここしかないんかな。あっち。ここしか見れないんだ。これって下って海やんな。うん。え、先頭見れるけど多分ガラス張りんとか行く？いや、いい、こっちがいい。うん、ボーディングブリッジがもう外れてますね。こんだけでかいの、ビル1個動かすようなもん。コーヒーの25度お酒なんやね。あ、これ北海道のエキスパって。偽物。見て、あ、見て、クリーム。あ、可愛いからこれ買って。クリーム。可愛いな。可愛い。まだ時間いっぱいあるんで。もう六円いった。まだある。もう最近はそんなに大きくない。ここで出発するの、これ。そうそうそう、これすごい一番多分最大戦速で走っとるとこや、ね、でもここはまだ全然動いてない。遅いところ、ね、なんで遅い。ワンから出てないんだ。ねえ、いっちゃん、これ
と、え？ございます。今日は7月1日朝6時ちょっと過ぎ、雨だと思ってたのが晴れました。ちょっと外に出て、撮っていこうと思います。まだちょっとこれから朝ごはんに行きます。出ました。もっと奥までこんなに、もうこんなに下向いてるから向こうの方が東北地方がある。スピードが思ったより速いよ。意外と速い。なんかめっちゃ進んでる感あるよね。ナギやナギ、波があんまりないとこ。でもめっちゃほら海が近くなったり大きくなったりする。
佐渡島が見えます。めっちゃ怖がってない？怖がってる。めっちゃこれで人間不信になったりして。人間不信になったよ。そうや。ほんま、大丈夫？大丈夫？めっちゃ食べてるけど。食べるの食べてる。ね。なんか怒ってない人。怒ってる。怒ってる。上をこんなところでも広くないこのペットボトル。広いよ。沼ちゃんですよ。沼ちゃんは普段フリーや。タカタカタカ、ちょっとおいで。タカ横でやるね、ほら。ここ大丈夫だ。大丈夫。ほらすごいや。レストランなんだ。あ、カレーがある。モーニングセットとか120円。なかった。見たこれ。Bye-bye.
と待ってね、片付けてくるから。あ、大丈夫。なんか知らない。ここや。めっちゃ晴れてるやん。意外とスピードが速い。泡がめちゃくちゃ白すぎる。ああ、そういうこと。波がね、すごいね。ちょっと後ろ行ってみようか。ドッグランつって走らすことができる。ここでワンちゃんの猫。そうそう、ワンちゃん。ねんちゃんもな。ワンちゃんの猫の猫。ねんちゃんは。
っと手シュッシュしてできる。猫触ったとか、うん、めっちゃピアチョンビールとか、じゃあな、ビールとかいっぱいあるよ。ソーセージとか北海道限定。へえー、あ、ここからも景色見えるな。東北が340円、佐賀が260円、値段はそんな高くない。よし、ここ合うね。売店行く。アイス買ってんの。ガリガリ君70円やって。ちょっと踏んでる踏んでる。北海道限定のやつかな。救命ボート。もし、さ、下からさ水入ってこない？大丈夫よ。なんで大丈夫なの？蓋あるから。うん。もしものための船。つまんないって。つまんないの。待って、どうしよう。何か探検する。もう探検するとこもないやろ。インターネットとかゲーム借りたらいい。そうなんですけども、サウナ室がここにはついていると。で、なんとここには露天があります。うちはすごく気持ち良いですね。お風呂を見ながらの、違う。海を見ながらのお風呂。日中を航行する船でお風呂と最高です。ママ、おやつ落ちたで。ママのおやつ落ちたで。ゆらっ、シュールも切った。お、シュール落ちれた。ママ、落ちれた。ママ、開けれた。え？開けれた、ママ。楽しそうな。俺もそうする。
あ、そう。はい、ありがとうございます。えらいのが来た。ありがとうございます。すいません。見て。人参。人参の実や。実際の。見て、人参の実。パパが食べるの。あかんな。おお、野菜スープだ。これはすごいね。パパ食べる。もうちょっとパパと。うわー、スープって言ってたね。洋食。いただきます。うん、これスープ、コンソメスープ。コンソメスープ。わー、これが豪華やな。選んでる野菜スープ。うん。美味しそう。めっちゃ逃げてる。ごめん、まーちゃんに餌持ってみたい。青森県安比岬が見えてきます。お、涼しい。影には北海道が見えてきました。ちょっと危ないからそっちの窓から。そうそうそう、北海道が見えてます。
右舷大葉が見えます。本州最北端ですね。大間には車では行ったことがあるんですけど、梅から見るのは初めてです。とても不思議な光景です。もし行かしたら思ったより天気がいいのでサンセットが見えるかもわかりませんね。あと2時間ほどで日が沈む予定です。そして、左舷は北海道が見えます。北海道の、函館に入ると思うんですけども、結構山が、高い、地域になります。大間から北海道までってほどほど近いんですね。こんな近いと思いませんでした。ど真ん中を走ると、本当に目と鼻の先という形に見えます。それではあとちょっとの、旅楽しんでいきます。ちょっと太平洋に入ってくると思うんですけど、揺れが、出てきました。多分そんなそれほど大きくはならないと思うんですけども、あとちょっとだけ、気をつけていきます。それでは苫小牧港に、到着しました。到着するのは苫小牧東ですかね。もう雪原の準備に入ってます。ゆっくり航行してる感じですね。長い船旅今終わりそうです。ガイドの旅行はこれからなんですけど、なかなか楽しみにしてます。天気が悪いという予報だったんですけども、なんとか思って今でも晴れてて、とても良い船旅になりました。雨が降ったら海が荒れると思ってたんですけど、出力も落としてゆっくり理想で航行しているようです。大型トラックオートバイにてご乗船のお客様も先頭後輩へのご案内を行っております。船室内忘れ物のございませんよう4階予選口までお越しください。ありがとうございました。ということで下船します。チン。乗船下船許可は下りたので、
まっすぐ行って。ちょっと前出そうか。